位、ゆかりさんだが、今日はクワッド遺族耐久弦レバークです。前回あたりのリボルバーを垣間見て、リボルバー枠で参戦です。まあ、ライフルなんですけど、まあ、クワッドで遺族ということで、弱いことはないと思います。リボルバーより弾数低くて、威力は高いみたいですが、ファイアレートが7、こちらも長距離スコープで命中率アップ、AP としては打ち切れそうです。グラパウ込みでこの速さ、すごいと思います。音がいいですな。これはなかなか。強いと言わざるを得ない。威力も高くて、命中率もクワッドで無限。それを早める遺族ヘアトリガー。しかし、ウェスタンより、レートが低そうです。これなら、クリダメの方が強いかもしれません。遺族はリロ族でもあるので、そこは悪くないですよね。攻守備えてる感じで強いです。やはり火力は正義なので、ウェスタン食った感あります。強いて言うなら燃費ですかね。絶対インフィニティじゃないです。44と45は、コンテキスト弾薬ちょっと違います。しかし、キルベースで言うなら、火力が足りてて、レートが高いパイプリボルバーの方が強い。チャンピオン以上って数えるくらいしかいないので、威力減衰を除くと持て余しています。ウェスタンでもオーバーパワーなのに、これは難しい火力してます。というか、エンクレの方が威力高いのに、クリダメは、レバークの方が高くね。何これ？まあいいでしょう。結局、ファイアレート考えると、エンクレスナには勝てません。弾も減るし、弾が減るなら、エンクレより強くあってほしい。44は、ともかく貴重な45としては、レバークの立ち位置が弱い気がします。リボルバーより強いけど、ジャコガリなんで、そんなことで、強くても仕方ないんですね。ただし、この戦場に対して、威力減衰に負けない、狙撃性能は強いので、使えない水準では、決してない。上剣に来ました。3発クリになってます。この上で使える。威力的に通用するんですけど、レートが遅すぎる。この点は、やはりパイプリボルバーが圧勝です。リボルバーといえば護身用なので、そういう意味でも、ちょうど良い火力と、爆速ファイアレートがマッチしすぎている。レート低いので見つかると、打ち負けやすいです。ただし、サプレッサー適性があります。パイプより威力減衰にも強いので、室内でも通用することは、間違いない。まとめると、この武器は使えます。ただし、ジャコ狩りには強いんですけど、ライフルなのに、ピストルと同じ、敵を倒すのに向いています。そこでパイプリボルバーもあるんで、せっかくなら、ポスト行きたいんですが、DPS が低すぎて、複数人が上がってて、この武器には無理だろうなって思いました。なので使えません。弾薬も45なので、どうせジャコ倒すなら44の方がお得だと思いませんか。ジャコのキルペースも負けてるんでね。サブつけれるのだけは偉いので、そこだけはリボルバーの上ということで使える評価になります。自販機でクワ族レバークがあったら買ってみてもいいんじゃないでしょうか。